はい、お待たせしました。ここからは米粒社協映画談話室、この方をお呼びしましょう。映画評論家松崎武雄さんです。どうぞ。どうもすいません、お待たせしちゃいました。いやはやいや、待っておりました。いや、今月もね、武雄さん、はい、よろしくお願いします。折島さんと折島一平と三家達を混ぜたようなフォルムの松崎武雄さんでございます。どんな紹介ですか。ちょっとね、あの、謝らなきゃいけないことがあって、先月の中で折島さんご覧になった離れ離れになってもって映画の話がありましたね。あの時に、その日本シリシャラメの君の名前で僕を呼んでの監督の新作ですよって言ったんですけど、勘違いしていて、同時期に見た映画で同じようなバックグラウンドの、あれガブレル・ムッチーノ監督で、今度その、ね、その監督、ティモシー・シャラメとルカ・グダリーノっていう監督のコンビはまたボーンズ・アンド・オールって別の映画があって、ちょっとこれだけちょっと言い間違えたなと思って、訂正でございます。はい、訂正で申し訳ございません、本当に。あの、では今月もよろしく。思ってた映画のことは合ってたんだけども、監督とかのキャリアが同時期に見たのでごっちゃになってたってちょっと言い訳だけ、はい、はい、ありがとうございます。修正でございます。修正でもう誠実な松崎さん、ありがとうございます。いやちょっとあ、しまったと思って、さあそして、まあね、今月2月も、まあ、あの課題作品もありましたけれども、はい、じゃあもう早速行っちゃいます、ね。いやもう行こうよ、はい、もうこれ待ってる、いや暇ないよこれ、はい、うん、ハッシュタグ森コーネ、ミニコーネでおなじみの、いやで結構ね、なんかあのエゴサーチさせていただいたら見ていただいてる方がいて、ね、そうですね、はい、はい、はい、現在公開中、森コーネ映画が恋した音楽家、まあ皆さんご存知のエンニオ・モリコーネで、日本だとエンリオって言ってる人いるんですけど、エンニオなんですね、うん、現在はエンニオだよ ね、 英語、うん、映画見たらやっぱエンニオなんだなっていうのは分かる。いや俺たちほらファーストネームで呼び合う文化じゃないからさそうね、しょうがないよな。モリコーネ、まあ、モリコーネの、まあ、ドキュメント密着5年間というね、もので、まあ、インタビュー出題も、まあ、監督はジュセッペ・トルナトーレ監督、まあ、お前大好きなあれだろ、ニューシネマ・パラダイスの監督だろ、海の上のピアニスト、みんな元気、まあ、そういった映画をね、まあ、あの世に送り出した監督が、まあ、やっぱ森コーネの指名を受けてという形で、まあ、再編集ということでね。じゃあ松崎さん、まずこちらの作品、どう、なぜお勧めしてくださったのか。まあ、簡単に言うと、その森コーネの人生をこう、ね、2時間半ぐらいで理解できるので一番いいテキストだなというふうに思ったのと、まあ、それでもそのやっぱ僕いつも映画を紹介するときに映画は点じゃなくて線で見るっていうふうに言ってるのはなぜかというと、そのあるまあ作家とか、まあ、俳優でも何でもいいんですけど、その人の作品を点で追っていくと、おのずとなんかその共通点みたいなのが見えたりとか、人間の関係性が見えて、それが線でつながっていって映画の理解がより深くなりますよって話をよくしてるんですけども、これまさにモリコーネっていう作が作った映画音楽って点をずっと追っていってんだけど、結果的になんかその、まあ、モリコーネが活躍した年代が1960年代から2000、まあ、20年までいかない、まあ、2010年代ぐらいまでだとすると、まあ、タランティーノまでと考えれば、はい、おおよそ50年ぐらいで、まあ、僕ぐらいの年齢の人間とかもうちょっと上の60代70代ぐらいの人たちっていうのは、はい、青春時代からずっとこの人の音楽聴いてきたっていう世代になるんですよ。そうっすね。確かにね。で、少なくとも20代の人とか30代の人であってもタランティーノの映画で知ってますとかっていう風になって、ありとあらゆる世代にこう、まあ、あの、ある程度この曲は知って聞いたことあるみたいなのがある人なんだと、はいはいはい、でその人のモチーフにして、まあ、映画音楽ってどういう風に作られてるのかなって知ることによって、僕はいつもここでも話してることなんですけど、映画ってストーリーだけじゃないんだと、うん、物語だけじゃなくていろんな要素として見る部分があるっていうのが、少なくとも音楽の面でこれ見るといろいろ分かるんじゃないかっていうことと、いやモリコーネって名前有名だけど意外と順風満帆な人生じゃなかったっていう紆余曲折があったり、その失敗とかその自分の中でこう悔しい思いしたものが後になって花が咲いたり、自分が損したことによって誰かがその称賛されることにつながったりっていうこととか、その人生を感じられるのがね、2時間半ぐらい、もう本当にできることなんだ、5時間6時間みたいなドキュメンタリーだったんですけど、映画史、まあ、いわゆるその 戦後じゃないな、まあ、1960年代以降のその映画史も見るような感じの作品になってるので、まあ、映画好きな人ちょっと見ていただきたいなと思ってこれ、うん、おすすめさせてもらったんですけど、ありがとうございます、はい、いやまあね、
おしっこ行っちゃいましたけど僕もう万全の準備をして行ったにもかかわらずだからおしめしていきなさいって言っただろうがよ、ね、やっぱ持たなかったなやっぱみんなっアテントですよアテントみんなおしっこ行ってました途中やっぱおじさんたちばっかりだったんであ、もうおじさんねポリデンとかアテントか ね、そうカタカナのものがポリデンとはもう口の中ねアテントはしたっていうね俺はもうその点 ねもうあのビール片手に酔いしれました、うん、あ最高もうただただいやまあね、うん、あもうもちろん当人がおしゃべりになってるところもあるんですけれども、うん、まあやっぱり証言豪華な、ねはい、人たち、はいはい、まあもう本当この人の歴史たどると、うん、まあ現代の映画史そのものみたいなところもちょっとありますし、うん そのアカデミーの在り方とかもう全部含んでるし、うん、音楽っていう切り口だけ取っても、うん、そのアレンジとは何なのかとかね編曲って何なんだっていう、まあ、そういったところのテーマを見出す、まあ、いろんな見方ができるんですけど、うんまあ、あの事前に言っとくともう絶賛が過ぎる映画なんですよ早い、ねまあ、ネガティブなところは もちろんなくなってるし、うん、もうレジェンドだから出てこないんですけれども、うん、あだからこれ別になんか家で DVD で見てもいいんじゃねとか思うんですけど、うん、あやっぱりでもこの音は映画で見なきゃそうなんです音がすごく良くて映画館で見なきゃって思いました映画館って実はそのライブハウス以上に音響設備が充実してるって言われてるので、はい音楽聞くのってすごく向いてるんですよだから僕よく言うのはエンドロールは本当もう時間があったら音楽聞くだけでも聞いて帰ったらいいと思ってて、ね、それはもう音がいいからなんですよロッキー VS ドラゴンの時もねそうそうそうまさにあのサウンドトラックの名曲の数々をむしろそっちの方メインで味わいに行くためにかつてロッキー4を、ね、炎の友情を初見で見てた、ね、中高年以上のね、お客が映画館でわざわざ聞きに行くっていう、うん、そうですよ側面がね。ハーツオンファイヤー聞いたら燃えるわけじゃないですか、うん、いやそうですこれはやっぱり、ね、アイゾータイムですね映画館でこうもう本当に身を委ねて音を聞くっていうのは最高でしたね、まあ、特にこの監督ね、まあ、パンフレットでもおっしゃってましたけれどもその荒野のガンマン夕日のガンマン、ねまあ、そういったところもあの実際の映像を使わないとダメだからっていうのでねそうだからそれもね、うん、著作権の問題クリアしてこの映画の素晴らしいところで、うんそのよく昔の映画のフッテージを使うと、うん、やっぱそのいわゆる雨が降ってるような傷が入ってて雨が降ってたりするようなものが、はい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 、まあかつてのその映画ドキュメンタリーって多かったんですけど、うん、これ全部綺麗じゃないですか映像が、うん、リマスターしたものか少なくとも HD にされたものがどっかに存在してて、うん、それを結構集めてきてるから、うん、そのなんか音楽もかかるしそのワンシーンも出てくるんですけど、うん、あの僕半分以上はもちろん見てるんですけど、うんね、日本語で公開されてないものもあるので、うん、3分の1ぐらい見てない映画がある、うん、あったんですよ、ね、この出てくる中でもあったんですよ、ね、だけどそういうのを、うん、やっぱ僕が 見たくなる、うん、でもこの映画見た後にいろいろこうあの記録見ながらメモしてたのがこういうものがこういうものない状態で僕拝見したので、うん、メモってイタリアのアマゾン行って探したりとか、そうですか。やっぱしたぐらい。まあでも見つかりましたか。ああ見つかりました、ね。はい、確かにキャリア初期とかはね、やっぱイタリア映画での活躍っていうのが大きかったから。うん、もうね60年代後半の映画とか70年代前半の映画ってほとんど入ってきてないのが。あって、まあ、あとやっぱ大衆に受け入れられたものもあればちょっと前衛的な映画もあったと思うんで、そういうのはまだパッケージになってなかったりとかっていうのも、はい、そうなんです。そういうのが見たくなるっていう意味でも、例えば今の時代だったらやっぱりもうなんかお願いしたらどっかが買い付けてくれて、ソフトにしてくれるかもしれないし、ソフトにならなくても配信で見れるとかってことがあり得るので、そうかこれね、本当にもしこれご覧になった方で、ね、あの映画の中のあのフッテージの映画見たいっていうのがあったら、映画会社とかソフト会社に行ったらいいですよ。ソフト化してくれる気がしますね。いやでも本当に松崎さんね、そのスズメの戸締まりの時もその映画の中で音楽を使うというのはどれだけの予算がかかるのかみたいなお話もなさってましたけれども、はい、まあ、これ映画、はい、音楽だらけですからね。だらけですね。しかも実際の映像だらけですからね、はい、そこは、まあ、お金かかってるというか、まあ、昨今ね、うん、そのこれはイタリアだからどうか分かんないんですけど、そのアメリカとかイギリスはそのフェアトレードって考え方あるじゃないですか、うん、フェアトレードの観点から、うん、学術的なその意図があるものに関しては、うん、何
表以内だったらフッテージ引用比較、何々比較とかっていう使い方であれば OK っていう法律ができてて、日本がそれにね乗ってないから日本で全然そういうの作られないんですけど、世界的にこういうのが作られやすくなったってのあるから、それでも映像の話で音楽まだ別なので、やっぱまあでもまあこれトルナトーレとの関係性っていうのはやっぱ大きいと思うんですよ。でそもそもこれはね、その我々は2023年に見てるから、うん、あのモリコーネがあのコロナ禍の間で亡くなっちゃったって知ってて見てるけれども、うん、作ってる時って、うん、亡くなると思って作ってないってことが重要なんですよ、うんですね、うん、結局その作ってる間に亡くなっちゃったから、うん、なんとなくその追悼みたいな感じに見える、うん、しかもそれをかつてそのあの一緒に仕事したイタリアの片田舎で映画を見るっていう楽しみを大衆がしたんだよっていうことの映画を作ったトルナトーレが、ミオシナパラダイスを作るかのようにモリコーネの人生を紡いでいってるってところに、何かしらやっぱなんかこう我々はシンパシーみたいなものを感じちゃうっていうところがありますよね。なんかまあ、元々トランペット奏者の息子としてね、家族を支えるためにトランペットを始め、そして音楽院に入ってアカデミアの道に進むのかと思いきや、一門を離れてね、大衆音楽、しかも映画なんかの音楽やりやがってと散々まあそしられてという中で、そのアカデミアと、まあだから芸術性と大衆性の狭間でずっと常に揺れ動いてたんだけど、映画の中にやっぱ芸術性を持ち込んだりとか、でまあ、そうやってこう自分を乗り越えていく葛藤の物語でもあったわけなんですけどね、うん、じゃあ折島さん、このモリコーネいかがでしたでしょうか。ね、いかがも何ももうね、自分の人生にもそのままもう重なるからさ、まあ、映画好きには たまんないですね。もうでも あらゆる曲がね、うん、そのあもうアンタッチャブルのあのアンタッチャブル ねそう、あそこもねやっぱモリコーネじゃないとできなかったっていう、俺がだから大学入って落語研究会でね、うん、で早稲田祭っていうのが学園祭であるわけですよ、はい、でそうすると落語研究会は稲穂亭って教室丸々大きめの教室借り切って、でそこを寄せにわかに寄せ仕立てにしてこうトンカントンカンやるんですけど、必ずねあの演目の中にその大喜利のコーナー、まあ、今の商店っぽく大喜利コーナーなんかも設けるけど、大喜利のメンツがその一人ずつ入っていくときにアンタッチャブルのあの曲かけました。だねそれかけたり、それにねそのやっぱりあの俗言う日の頑張ね、そうね、ザ・グッド・アンド・バッド・アンド・アグリーのさ、あれであれをメガデスがもう世界ワールドツアーの時に必ず出囃子かけてんだろ、あれ知ってもしびれたからね、あの黄金のエクスタシーっていう曲があるんだけど、で気づいたのはあれ絶対ね必殺シリーズの平尾正明は影響を受けてますよね。ああ、なるほど。確かに。必殺シリーズのパララー、パララッパラッパッパッパララー。確かにそうですね。ドゥルル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 、パーン、ドゥーン、ドゥン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 ってあの曲ね。あの入り方、絶対モリコーネのね、あの、そうそう、夕日のガンマンのあの曲の影響、濃厚に受けてると思った。リハルコン使ったりとかっていうのもね、斬新だったと思いますけど、そう、だから、トランペット奏者で音楽やってて、うんうん、お父さんもトランペット奏者で、だから家族からは、うん、お父さんと仕事しないよって言われるから、うんうん、お父さんが亡くなるまでトランペットを使う曲は書かなかったって言ってましたね、うん、あれがなんかすごい、うんうん、すごいことだなと思いましたね、うん、あとね俺ね個人的にやっぱ一番好きな曲がね、うん、サントラがね Once Upon a Time in America ね、もう最高よあれね、ポッパッパッパポッパ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 ッ、でもキャリアの中でもやっぱ重要な作品だっていうのをこの映画見ると分かりますね、そう、あれをね俺ちょっと思い出語りになっちゃうけどね、思い出語り、昔ね三鷹に住んでた時にね、お前に紹介されたほら文潮社ってあったじゃない、大森さんのね、そう早稲田文学っていうね、そういう雑誌のあの編集長やってた女性の方が、うん、まあ、その相棒の女性の方と経営してたんで、うん、店でね、これがね地下にある店だったんです、そうそうそう、で昼はあの喫茶店で夜は飲み屋っていう、うん、そのスタイルで営業してて、俺雇われマスターをね一時期、まあ、短い間だけどやって、あそこ北八師匠が独演会やったりとかしてね、て僕らも漫才やらせてもらったりとかしましたね、勉強会も随分やった、うん、そこで俺マスターやってるじゃないですか、うん、で昼喫茶店入ってて、で夜の、まあ、飲みあのバータイムになっても入ってたんだけど、まあね、あのめまいがするぐらいお客が来ないんですよあの夜はともかく昼はね、でその例えば太宰治の墓参りに行くんですとかね、
その森鴎外の墓参りに善林寺行きますとか、うん、そういうお客とかがなんかその文学その周遊コースみたいな三鷹市が出してるその地図片手にここはコーヒーが飲めるんですかとか言ってカランコロンカランなんて入ってくるような、うん、でもう昼ねほとんどお客来ない、そっかない、そうで、まあ、そろそろバータイムって、バータイムになったからってドッと入ってくるわけでもない、うん、その時間をずっと俺もうどうせお客来ないだろうと思って、うん、ガンガンね店中にワンサポナタイムインアメリカの森コーネの曲を1曲目からそのサントラアルバムフル音量でかけて、かけながらで時間だけ膨大あるじゃない、うんね、時間だけ膨大にあるからずっとトルストイの戦争と平和を読んですよ、うん、そのああの森コーネのその曲バックに、そうしたら進む進む新潮文庫全4巻ってこんなってたんだけど読めんのよ俺がね、もう30手前か30ぐらいかな、うん、もうの時だったと思うけど、そうですね、そうもう今からね17、8年前だよ、そうですね18年ぐらい前か、ね、18年ぐらい前ね、2000年代入ったばっかりぐらいの時です、ね、うん、その頃にあのこの曲バックに戦争と平和読んでさ、うん、そうそうそう、おいもうナポレオン攻め込むなみたいなね、うん、うん、そういうでナポレオンがそのモスクワ の丘の上に立って、おお大いなるアジアよっていう風にそのロシアに向かって呼びか、あナポレオンからしたらロシアアジアなのみたいなさ、うん、そういうのを読んでバックに延々とそれこそデボラのテーマとかが流れてたのをめちゃくちゃ記憶に刻んだんでるんだよね。そうだから思ったらやっぱ森コーネの曲って割と今生きてる我々の世代にはもう必ず人生のシーンのどこかにあるんですよね、うんうん、だからね言葉より雄弁なんだよ、あの音楽とあの旋律の方がね、でこう必ず途中からこうさ静かな波がこうひた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 ってこう押し寄せてくるようなメロディーじゃないな、でそこでさな、ね、俺の中で勝手に記号変化されて、あんなこともあったよな、こんなことあったよな、あんな女と出会ったよな、そうそうそう、こんな、うん、あの頃こいつと一番仲良かっただろ、思い出すよねな、うん、小学校3年の時、うん、一番仲良かったのは彼じゃなかったかみたいなそういうのがな、ね、でだってタン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 とかさ、あのメロディーそうじゃない、まあ、ニューシャパラはそうですね、なでワンサプラタイミングアメリカにもそういうそのひたひたひたと潮騒のようにこう静かに来るのがさ、もうそういう曲ばっかりなのよ、うん、ですよね、うん、なんかね、うん、最初少ない、まあ、うん、例えばその楽譜上では音も少ないけれども、うん、楽器も一つ二つで始まるけれども、だんだんとそのオーケストラが入ってきて盛り上がるっていう作り方、割と特徴なんですよ、うん、だからその人生がこうね、なんかその僕もその森コーネの音楽聴くと人生を感じるので、うん、いろんなところで言ってるんですけど、僕は葬式には森コーネの曲かけてほしいと思ってiTunes で音楽管理してるんですけど、葬式っていうリストが、マイフューネラルっていうもうアルバムになってるじゃないですかそれも完全にフューネラルってまあお葬式のことなんですけど、っていう何プレイリスト作って、でそこに森コーネの音楽、海の上のピアニストとかいろいろ入れてるんですけど、なんかどっかね、やっぱ人生を感じるような音楽になってて、それは一つのものが重なっていて音が重層的になっていくことが、人のこう人生をね、だんだんといろんなことを知ることによって重層的になって人間関係も広がっていくってこととの重なり合いなのかなと思ったりとかして、インタビューされてるね、はい、その音楽家、映画音楽にも携わってるし、その、まあ、彼が言うところのアカデミックな音楽追求してる作曲家も、うん、まあ、無数にインタビュー受けてるけど、うん、中の一人がこういうセリフ言うでしょ、我々にとってね、音符の一つ一つというのは石片、石のそのかけらのようなものかもしれない、うん、でもエンニオは、モリコーネはその石片を、そのかけらを集めに集めて壮大なカテドラルを作ったんだ、うん、ありましたね、壮大な、うん、神殿を一人で、たった一人で作り上げたんだっていうセリフはもうね、ビリビリきました ね、そうだね、なんという比喩をするんだろうと思って、そしてそれだけやっぱ孤独だったんだろうなっていうのも思いましたね、うん、やっぱどこにも居場所がないというか、どっちの世界にもあんま居場所がない人だったんだろう、でだってずっと五線譜と鉛筆で使ってこうだからな、うん、作曲スタイルもな、で体をちゃんと毎朝動かしてみたいなね、まあ本当ね、なんか息子さんに会ったんです、うん、マジで、今年日本でコンサートをやってて、はい、森コーネのシネマコンサートやってて、はい、本当は森コーネ本人が、うん、その初めて自分のその
作った映画音楽の映像バックに本人が演奏指揮をするっていうライブだったはずだったのが、亡くなって亡くなっちゃったので息子さんが代わりに指揮をするっていうのをやった時に、インタビューさせてもらった時に、そのドキュメンタリーの中でピアノ使わないっていうふうに、まあ楽譜書くって言ってたじゃないですか、さすがに使うらしいんですよ、さすがに使うんだけど、そのやっぱそのもう頭の中で鳴ってるっていうのがすごい、あんな感じでしたよね、そんな感じでしたよね、実際もう作曲してるし、確かめるために多分お父さんが弾いてただけで、頭の中でも完全にできてるから、それをもうなんていうの、楽譜っていう形に落としてるだけだって言って、それの息子がそれを部屋でお父さんがそうやってやってるの見てたって話が結構ちょっと感動しちゃったんですよ、でやっぱ監督とかは楽譜いきなり渡されて、よしこれでよしとはなかなか言えないから分かりやすくするためにちょっと音楽入れて、でもそうそうそう、ピアノの旋律だけじゃ納得しないから結局 OK 入れねえと分かんねえみたいなね、やっぱ絵描きとか数学者がこう脳内でガーッといろんなその公式がもう全部だから、ここまで分かってる全部描けて、その手の頭の動きとその手の動きが全然追いつかない、脳内に全部見えてる公式とかなんとかが、学理がね、追いつかないっていうのと、そのモリコネなんか共通するんじゃないかな、今言ったの思い出しました、その息子さんが何言ったかってね、チェスを親父とよくやった、チェス好きそうでしたね、で理系のチェスの考え方と、その楽譜を起こす時の考え方って一緒だってお父さんが言ってたって言ってた、そうそうそう言ってました言ってました、そうですか、そう、いや本当そう、ね、いやでもすごい、ま、そうなんだよね、まあ、でもね、その、まあ、この ドキュメンタリー見ていただきたい一因は、そうやってその例えばニューシネマパラダイスの曲なんて、いろんなもうバラエティとかでも使われてて、日本だと、こすられすぎですね、もうニューシネマパラダイスの映画見てなくても曲だけ知ってるとかっていうレベルになってるじゃないですか、日本だとって、日本で言ったら大河ドラマのね、あ武蔵、武蔵2003年ぐらいだったっけ、あれもね、武蔵ってあの大河ドラマはひどかったけども、あの大河はどうしようもなかったけど、曲は良かったよ、オープニングの。パン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 って、なんか、あ、こう一人の青年がこうね、肉体と精神の成長を共に遂げていくっていう、あ、本当になんかこう、ね、こう木の幹からこう徐々に徐々にこうやって育って、ね、こういうふうにこう育っていく感じが、あ、見えてる見えてる見えてるみたいなさ、そういう曲だったもんね。そうなんです、だから知られてるはずなのに、その、あ、まあ、ことそのね、世界で一番、まあ、映画界で名誉があると言われてるアカデミー賞っていう場では、まあ、ずっと取ってなかった、取れなかったっていう、あんなに負けてたんですよね。そうなんです、で一つはそのまあ、よく言われてたのは、そのノミネートされてる作品、例えばそのミッションとかニューシネマパラダイスみたいなものっていうのは、そのメロディアスじゃないですか、だけどそのミッションの曲もいいんですよね、伴奏じゃないと、音楽がメインになっちゃう、そうアカデミー賞で、その、まあ、あれってね、そのここでも何度も言いますけど、その投票権持ってる人ってその、映画ファンとかが投票するんじゃないから、音楽をやってる人が投票するわけじゃないですか、それでやっぱちょっとプロの目線で選んじゃうので、メロディアスなものっていうのはあんま評価されないんです、それよりも、まあ、素材を引き立てる、この映像を引き立てるどういう音楽をしてるかってことの方が評価される、音楽じゃなくて映画音楽なんだよ、そうそうそうなんです、だから昨今その賞を取ってるものを見てたら、その風鈴の音が鳴ってたらいつの間にか音楽になってるみたいな、サントラだけ聞いても良さが全く分かんないけど、映画を見るとその効果が出てるみたいなものの方がやっぱアカデミー賞を取るような傾向があって、まあそのモリコーネも実験的な作品作ってるんだけども、どうしてもノミネートされるものってそういうドラマ性のものでアカデミー賞の候補になるような映画で、音楽賞のノミネートになった時には取れなかったっていう経緯があって、ただね、そのこのドキュメンタリーの中ではさらっとしか紹介しないですけど、アンタッチャブルでノミネートされた時に、その取れなかったんですよね、でもその時に、その対抗馬だったラストエンペラーが受賞したわけですよ、この年あれはミッションじゃないですか、ミッションでノミネートされた時にラストエンペラーが取っちゃったんですか、ミッションの時は、ラウンドミッドナイトなんです、ああそうでしたっけ、はい、ああそうでしたっけね、はい、うん、そっか、なぜかっていうとね、僕は添松映画館で紹介したのに間違って言ってるから、あ、なるほど、それだってる、まあごめんなさい、はい、で、それで、その時に、まあ、結局ラスエンプラーが撮ったことで、はい、もちろん YMO とかで名前は多少は知られてたとはいえ、
あの映画で受賞したことで坂本龍一は世界の坂本龍一になったわけじゃないですか。もしも、うん、あの時にアンタッチャブルで撮ってたら、うん、坂本龍一は世界の坂本になってない可能性があるって考えると、うん、他の自分は損したけど他の人がその世界に出ていくきっかけになったとかっていうことを考えると、なんだか例えばね映画の中でもそのあるねそのラブストーリーのために曲書いたけどなんか主題歌気に入らないから降りたって言ってそれもその映画ってよく考えたエンドレスラブでエンドレスラブってライオンのリッチとライオンのロスのあの名曲で あっちがアカデミー賞主題歌賞取っちゃうようなことになって他の人に栄誉言っちゃったりしてるわけですよ自分は損して。でもそれをずっと本人悔しい思いがあったんだと思うんですけど、うん、ある時にクエンティン・タランティーノっていう若者が現れて、うん、勝手に自分の音楽使い、うん、あの人ってねその映画音楽劇版を使わずに自分が好きな音楽を映画の中にはめ込んでいくってやり方やった時に、うん、モリコーネの曲使ってたと、うん、でモリコーネもなんかあんまいい気しなかったらしい最初はね、うん、だから断れそのタランティーノが僕の映画のサントラ作ってくれて頼んだら断られたこともあったらしいんですけど結果的にそのヘイトフルエイトっていう映画でまあ担当することになった。タランティーノからしたら やっと大好きなモリコーネに作ってもらえたと思った。でもねサントラ聞いたらねもうすっげえ実験的な音楽なわけですよ。ヘイトフルエイトの音楽ってタランティーノが多分ね今までそのモリコーネの音楽を引用していたような望んでた音楽じゃなかったんだと思うんですけど、でも結果的にその音楽の作り方が認められて、モリコーネはその初めてのアカデミー賞に輝くっていうね、そのなんかこう因縁めいたものというかね、運命、そうですね、それがあるなと思う。それが分かるのがこのやっぱりこの50年ぐらいの流れを2時間半の中で見せてくれるから、いい部分もあれば悪い部分もあったりとか、我々が知ってるようないい曲もあるけれども知られてないんだけども、こういうことがあったものが実は後の作品化されてるとかっていう流れが分かるのが、はいはいはい、確かに素晴らしいなと思ったんですよ、ね。あのセルジオ・レオーネとの友情 も、 あもね、いいですね、あの名誉関係もね、確かにお答えましたね、あれ、あのなんかいや、そうだったんだね、小学校の同級生だった、すごいよね、それを成長してお互いお前ひょっとして、そうそうそう、あれすごい、エンニオだろ、そうだよ、君はセルジオだよ、覚えてないかっていうな関係、あれが、うん、そのベルナルド・ベルトリッチね、後にそれこそラス、あのベルナルド・ベルトリッチもね証言したな、あのもう後にそのエンニオ・モリコーネ映画で仕事することになるわけですけど、あのベルトリッチがよく行く好きなレストランに写真が飾ってあるっていうんですよ、自分がよく座る自分は好きな席があって、そこには目の前に写真が飾ってある、それはその合唱団に入ってた少年たちの集合写真があって、隣に座ってるのはこれがモリコーネで、これがセルジオ・レオーネなんだよっていうのを、全然別のねあのドキュメンタリーでやってたんですよ、なんかそんなね、そんな運命めいたものがすごいっすよね、でね、そのモリコーネはモリコーネで、まあ、アカデミー賞に何度もノミネートされながら、ついにその、まあ、ヘイトフルエイトを、ね、だいぶ年重ねてから取るまで、うん、その、まあ、肩透かしというか、うん、受賞は一し続けるわけじゃないですか、うん、でセルジオ・レオーネはセルジオ・レオーネでね、もうその後世に、まあ、タランティーノなんかその人だけど、うん、大濃密な影響を与えてる、その撮り方とか、ものすごいこうオペラみたいにね決闘シーンを撮るとか、うん、その異様なまでの多面の長さとか、うん、いろんな手法、テクニック以前も美学的なこととか趣味的なことなんかも含めてありとあらゆる影響を与えてますよね、うん、その俗言う日の我慢しかり、うんうん、ワンスアップナタイムインアメリカしかり、うん、そのワンスアップナタイムインザウエスト、今ウエスタンっていう、ね、はいはいはい、あのタイトルで流通 しましたけど、あれのなんかも全部そうです。だけどイタリア本国での評価はその今一つなんですよね、それはなぜかって言ったら、うん、イタリアをなぜ取らないんだっていう批評家たちからのその冷ややかな眼差しだったなんて、なんでアメリカばっか取ってんだよお前と、ワンサムラタイムインアメリカじゃない、なんでイタリアーナ取らないんだお前はと、ベルトルッチは取ってるじゃないかと、ね、ファシズムの時代からその戦後 その長期的な1900年とかああやって撮ってんのに、なんでパゾリーニは撮り、ベルトルッチは撮り、誰は撮りしてるのに、お前はアメリカばっかなんで撮るんだ、西部劇ばっかなんで撮るんだっていうような突き上げられ方をしてっていうところもね、うん、そのいやだから本当になんかどこからも評価されてない寂しさっていうのはあっただろうなと、うんうんうん、
その音楽院からもやっぱり抜け物扱いだし、うん、映画の世界行っても賞はもらえない、うん、イタリア本国行ってもお前なんでイタリア取らないんだって言われてるっていう、なんかこう四面楚歌状態で、まあ、ここを貫いてるのがむしろ創作意欲にもつながってるのかなっていうような気もしなくはなかったな、うんうん、まあそうですね。でもね、だからそのジョン・ウィリアムズ出てくるじゃないですか、うん、あのスター・ウォーズだ、代表作しかないっていう感じ人ですよね。ジョーズだ、E.T. だ、インディ・ジョーンズだ、最近やったハリー・ポッターだって言って、うん、まあアカデミー賞それこそ逆に一番多く取った人ですよ、うん、アカデミー賞一番たくさん、まあ、ディズニーが一番かな、まあだからまあ、でも音楽だと一番たくさん取った人で、うん、その人がやっぱり、うん、すごいって言ってるのが僕はすごいと思うんですけど、でもなんでそういうかというと、ジョン・ウィリアムズももともと映画音楽の人じゃなくて、ジャズの分野から出てきて映画音楽手掛け出したからっていう、全然別のジャンルから映画音楽の方に行って、うん、映画音楽の人っていうふうに思われたけど、自分の元にはそういうね、うん、ジャズやってたっていうのがあるわけですよ、うん、だから そのね、すごく不思議なのは、クリント・イーストウッドももともとミュージシャン目指してた、うん、ね、ミュージシャン目指してたけど、軍隊って彼もジャズ好きで、ね、そう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 、筋金入りですもんね。その時に、そのミュージシャン目指してた時代にサンフランシスコがどっかのバーで、うん、その別のバンドで出てたのがクインシー・ジョーンズで、だからクインシー・ジョーンズの自伝の前書きってイーストウッドが書いてたりするんですけど、うん、そこともなんかつながるわけですよ、うん、イーストウッド返して、うん、なんかああいうね、その時は全くね、うん、そんな巡り合わせになると思ってないけど、いや俺もまた、いや どんどんつながって、これもう本当雲の巣のあれじゃないけど、でそのイーストウッドが、イーストウッドもアカデミー賞では冷や飯食わされ続けて、確かにね、ね、で佐賀のさ、インテリの批評家、女批評家なんかからポーリン・ケールみたいなやつからもボロクソ言われてさ、うん、でもちゃんとマネーメイキングなスターである、うん、あり続けて、許されざるものでやっとアカデミーの作品賞、監督賞を取った時に、はいはい、うん、この映画を捧げるって言って捧げた相手はセルジオ・レオーネとドン・シーゲルですもん ね、 そうですよね、最後に出てきません、ね、泣いたもの俺、もう F 入りの時にもう、うん、本当そうですよ、うん、そうだね、うん、いや、あとやっぱその音楽が目立ちすぎるという素質はあるかもしれないですけど、実際の制作風景、まあ年間20本以上とかね、いう時期もありましたけど、やっぱすごく脚本とか演出意図を大事にしている作曲法だったんだなっていうのは分かったんで、このシーンにベタでやるんだったらこうだけど、こういうのはどうかっていう、だから本当にいろんな寄り道したのが全部生きてるようなね、現代音楽やったり、それこそ楽理学んで大砲を学んだりとか、そういうのももう全部生きてるじゃないですか、だから無駄なく、うん、いろんな無駄な経験、一見無駄に見えるような経験っていうのが新しさに全部つながってたっていうのがちょっと感動的でしたね。僕だからね、そのもう本当うるせえよって言われても言いたいので言わせてもらうと、うんうん、僕は本当に昨今 の、 そのデイトレーダーとかね、うん、インフルエンサーとかのなんか努力はするけど、うん、なるべく早く有名になりたいとか、なるべく、うん、ね、時間かけずに、うん、金持ちになりたいとか、うん、まあ、もう今だったらタイパ、うん、タイムパフォーマンスとかいう言葉とか本当大嫌い そんな言い方するんですか急に正木さんタイパ、うん、まあでも急ぐなよと、あ、タイパ、タイムパフォーマンス、タイパっていうの、タイパはもうね、今去年の流行語大賞です、タイパタイパ、あの昔レインボーマンでさ、タイパだったの魂宿しインドの山奥でてたたたたで修行してってだったよね、タイパだったもうこれじゃ続けない方がいいか俺は最初聞いた時タイ焼きパーティーのことかなと思った、タイムパフォーマンス、タコパっていうもんな、うん、まあ、そのなんか効率をこうね、うん、重視するような社会になっちゃって、それを良しとされるんだけど、なんかそうじゃないっていうことがこのドキュメンタリー見ると分かる、うん、いや、つくづくそうですね。いやだから映画音楽以外にもね、イタリア本国だったらその本当に楽曲提供をね、うん、よくやってて、歌謡曲のな、そのあそ、ね、俺あそこでさ、はい、すげえ衝撃だった、5拍子の曲に3億、うん、あれ面白かった、あれめちゃくちゃ面白かったっすね、あ、こんなことやって、しかも結構キャッチーな曲じゃんと思って、うん、いやー面白い人だなと思ったんですけどね、やっぱ、うん、そのアカデミーやとこう大衆性の狭間にいて居場所がない感じっていうのはね、うん、なんかまあモリコーネならではだなと
と思いましたね。あのでもワンサポナタイミングアメリカの時には、ね、ロバート・デ・ニーロの芝居のバックに本当に乗り込んで、ね、はい、あの曲流しながら撮ってたっていうのは、あれは驚愕でしたね。デ・ニーロがまたそれを受け入れたっていうのはね、それで演技が変わったって本に言ってますからね。なんかやっぱり人間のその感情をこう嫌おうなくそのこうかき回すし、何かを呼び覚ますっていうあのメロディーのね作り手ですよね。ただ松崎さん、これちょっと僕は、あ、何でしょう、あの物申したいんですけど、物申されるんですか、何でございましょう。あのジュセッペ・トルナトーレ監督ですよ。はい、いや、まあ、若いなと思ったより若いなと思ったんですけど、はい、あのいや、まあ、キャリアの中で、はい、まあ、ニューシネマパラダイス結構重要な作品じゃないですかと僕は思うんですけど、うん、やっぱ自分が監督してるから、うん、ジュセッペ・トルナトーレ監督作品に関しては薄いんですよ。なんか、あ、まあ薄いですね。まあまあ そりゃそうだよね。そこは、うん、そこは照れずにやろうよ。え、あ、遠慮しすぎってこと？そうだって、うん、まあ、みんな元気は、まあ、でもみんな元気も結構印象的な、海の上のピアニストじっくりやってたじゃん。そんなにじっくりやってたかな、うん、いや松崎さんどう思いました、そこのボリューム感、ジュセッペ・トルナトーレと組んだ時の作品に関しては、まあ、うん、俺少なくともそのモリコーネとモリコーネの作曲家人生としての寿命を伸ばした作品だとは思うんですけど、あのね、その多分撮ってるんですよ。いやだから撮ってる、やっぱ監督からしたら自分の作品こんななんか絶賛されてんの、うん、照れるなみたいな。いやだからそれをなんか、まあ、そのなるべくいろんな他の映画も紹介してまんべんなくしようっていうことで、まあ、ゼロじゃないじゃないですか、はい、だからあのさっき言ったその僕そのコンサート見に行ったんですけど、うん、そのコンサートの時は曲と曲の間に、うん、この映画でも使われてる映像が、あ、その曲の解説をあの森コーネ本人がやってる、うん、亡くなってるけどこの時に撮った映像を使って、うん、その次に紹介する演奏する音楽の解説を本人がやってくれるってすげえ贅沢な贅沢だったんですよ。でその時にこれに入ってない、うん、映像がいっぱい流れたんですよ。ニューシネマパラダイスもまさにそういう映像が撮ってて、それずるいずるいっすね。いやだから撮ってたんだろうけども、まあか、まあ、その、うん、まあ割愛したってことなんじゃないかなと思う。いやタイミングで言えばね、ジャック・ペラン去年も亡くなりましたし、そうですね、はい、そのよくご存知ですね、うん、いやいや、だってニューシネマパラダイス、はい、結構一番なんか世代を超えて一番有名な曲ってそっちに行くんじゃねえかなと思うんですけど、そこ薄いのもったいねえなと思ったんですよね。まあね、分かりや、まあでもな、分かんないんですよね。ニューシネマパラダイス自体が世界的に人気があるかといえば、うん、日本で局地的にすごく人気があるんですよ。なるほど、あの世界中で見られてるけど、うん、これほど愛されてるの結構日本で愛されてるって映画だったりするんですよ。多分、ね、じゃあ、あのショーシャンクの空にみたいな感じ。あ、まあ、そうです ね、 ね、うん、そのね、カンヌバージョンとまた完全版があまりにも違いすぎる、うん、完全版見ない方がいい、完全版見ない方がいいですね、だ、ね、はい、からそこに関してもなんかちょっとジョセッペ・トルナトーレどうなんだっていうのはちょっと思いましたね、うん、僕は。なるほど、まあでもそこはもう本人、まあ自分の映画はまあいいやってなったんじゃないですかね。そうなんだね。でもグローバルな感じでいくとそんなに重要、超重要作品っていうわけでもないんだ。いやいや、そんなことない、そんなことはないんですけど、日本で思ってるほどその、なるほどね、熱がない。例えばアメリカの人たちはニューシネマパラダイスで映画の存在あんま知らない。マジか、はい、カンヌグランプリ撮ってんのに、はい、へえ、まあやっぱりその外国語の映画なので、あ、そのいや、いろんなイタリア映画がいっぱいある中では有名な映画だけど、日本のようになんかあのベスト、はいはい、人生のベストワンあげるときに、ちょっとね、お涙頂戴が過ぎるもんね、パラダイスをあげる人はちょっといないっていうレベルです。あの誰も知らないっていうことじゃなくて、熱が違うんだいぶ。もう俺冒頭から全部もう覚えてますけどね、それこそね、まあでも、まあ、そこはねちょっとこうあれもうちょっとやってくれないのかなと思ったところであっても、うん、あとはもうおしっこさえ我慢できれば最高。ああ、なるほどね。だからそのね、ニューシネマパラダイスの曲はあのもちろん遠慮モリコーの曲でもあるんだけども、うん、あのララ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 ラと愛のテーマは、あの息子さんのアンドレアさんの作曲した曲で、つまりあれは
その師弟関係のあるような疑似親子のようなトトとアルフレードって2人の話だけども、同じようなことが映画を作られてる時でも行われてて、で結果的にその今回コンサートやったりこうあのドキュメンタリーを作る時にその本人はいないんだけども息子がそれを引き継いで、ね、エンニオ・モリコーナの最後のアルバムってあるんですよ、去年今年去年もう去年か去年出たアルバムがあるんですけど、それは結局ご本人亡くなったからコンダクトだけは式だけは息子さんがやったアルバムで、でもアルバムとしてはエニオ・モリコーネのラストアルバムっていう形で出したりとか、くしくもなんかこうやってね継承していく、でこの映画もそのね他の世代の人たちがモリコーネの音楽に影響を受けたりとかモリコーネの音楽を使ったっていうことでその後の映画史を引き継いでいくんだみたいに見えるとことかがやっぱそのなんか物事って継承だなって思わせるところとかもね。俺はねニューシネマパラダイスに一言だけ物申したいのはね、いやもうあのね、いや一つだけ、一つだけ物申したいのはね、トトがね、トトが成長して大人になってからの顔とね、あまりにもかけ離れすぎるんだよ。サルバトレ歌手を、あの少年のさ、こんなカーなんていい顔してさ、ケタ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 笑いながら楽しさ、もう全身全霊で楽しみ味わい、映画っていうものを味わいって、もうこんな地上でこれ以上の娯楽はないっていうんやって、こんなキャッキャッキャッキャ映画館でさ、カーってた。ジャックペランはちょっと似てるんだけど、青年期と違いすぎるんですよね。もう大人に中年の親父になってからとかけ離れすぎててさ、あれじゃさ、あれじゃ砂の器できませんよ。確かに。あれじゃさ、最後筑紫哲也みたいになって。そうなんだよ。カメラが真っ白になっちゃってさ、廃墟になったあの建物を訪れるだろ。眉毛ちょっと似てんだけどね。あれだってさ、髪真っ白なんだもん俺。そうだよ、あれだったらさ、もう俺が加藤よしだったら、そう、こんな人やれー、砂の器にしないでください。知らなっちゃうから。ニューシネマの器。ニューシネマの器ってなんだよ。ニューシネマの器って。あなたが経営された映画館にこのような少年が。砂の器だよ、それ。仰向いて。砂の器。大柔らか見せられるんですよ。このような少年をご存知ないかと思いまして。こんな、こんな子供を来て。あの、サブリシンの、あの、ポスターが貼ってある映画館がなくなった話がニューシネマパラダイス。北海道嵐に大江戸の檻ですから。24時から写真変わっておりますから。え、映画が違う？ニューシネマパラダイスじゃないんです。砂の器です。ありがとうございます。森コーネぜひまだ、はい、あの公開中でございます。これはねぜひ劇場で、はい、あのご覧になられたことをお勧めします、はいね、大傑作ですよ、はい。まあ、今日はね森コーネたっぷりだったんですけど、じゃあ折島さん今月の1本いかがでしょうか。あのね、はい、前回ね喋りそびれたのがあったのがさ、はい、うっかりしててさ、はい、これは言わないわけにいかないと思って、うん、RRR です。出たあれはもうね、折島さんなんかね、うん、僕本当はねもうぶん殴られましたよ。ぶん殴られた、ぶん殴られた先月、うん、まあ、最近また盛り上がってたから、はい、これにしようか RRR、ちょっと、もう今か遅いけど RRR 知ってしますかって思ったぐらいの映画だった。いやもう久々にね、あの、いや久々にっていうか、まあ、そのような頭の高い言い方しちゃおかしいね。でもね、もう何から何までね、あの、恐れ入りましたっていうか、何もやって悪いことしてないけど。ぶん殴られた感じね。そうそうそう。もう俺、もうひたすら、頭下げて俺が悪かったって言うしかないっていう、もうそういうのだよな。でね、その映画とかって、もうだから映画、インド映画っていう、映画っていうふうにこう人にこう進めるときになんかためらわれるっていうか、というのは、ただのもう映画の枠に収まりきってないじゃないですか。映画でありね、そのなんかこうあの国を挙げた祭りであり、うん、でなんかやってることはなんか秋田温度みたいな感じがあるし、だってそのあのなんであのさもうこうあの無限にこの幸せもう幸福感に満ちたさ、うん、お国自慢がさそのあのなんだ、うん、ものすごいこうねもう伸びやかじゃない、そうね。で最後だってほらなんかガンジーは映るわ、寝るは映るわ。いやだからね、なんかさあれは、うん、死んだらここ行くのかなって。なんで涅槃になってんだよ。松平健が100人ぐらい迫ってくる感じの松健サンバの上位概念みたいな感じのやつですよね。そう、うんうん、アドルマハラジャとかもそうだったんですけど、ね、そうなんだよ。そう、もうその地上で一番お金かけたのなんかプロモーションビデオみたいにもなってるしさ、本当そう、そうなんだよ。PV どっかこれ PV みたいな側面もあるし、いやでもちろん文句なしに娯楽映画ね、王道の娯楽映画であることはまかり間違い、絶対間違いないんだよ。でもこれは事件ですよ。だってあれだけ
けやっぱミュージカルに対して否定的だった折島さんが、うん、インド映画に関しては否定とかで苦手だって、苦手でしょ、うん、そうそう苦手なのに行けたってことじゃん、行けた行けた、これはすごいことですよ、お前流に言うと、うん、下戸でも飲める大吟醸、いや本当そういうこと、下戸でも飲める大吟醸、これすごい、いや俺は確かに映画館でね、うん、また歌うのって聞いて確認しましたよ、なんでだよ、また歌うの、あ、また歌う、あ、ここで、ここで、ここで、うん、あ、白人だね、イギリス人の支配者ども、うん、憎いよね、憎たらしいよね、憎たらしいけど憎たらしさが込み上がってきた時になぜ踊っちゃうの踊るのかい、そこは銃を取る、あ、そこで銃は取ら、銃取る前にまず踊る、うん、踊る、うん、踊る、踊るの、うん、そこそうなんだみたいな、いやだから、うん、でナートゥー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 だろ、そう、うん、いや確かに落語の世界にも出てきますよ、ナートゥーナートゥー納豆屋ね、納豆屋、納豆屋ね、そしてね、うん、江戸落語の世界にもナトゥーリ出てきますけど、でもあそこまでやられたらさ、もう恐れ入りましたしかないよ、いやもう本当にさ、なんか広沢虎蔵が10人ぐらい出てきてるのかなみたいなさその浪曲的な気持ちよさみたいなのもあるし、だから面白かったとかね、うん、楽しませてもらったとか、そういう言い方でもなんか追いつかない気がするんだよ、いや俺ね、うん、なんかちょっとした宗教体験だと思った、ね、ああ、かもしれない、イニシエーションなのかなっていう、うんうんうん、これ極楽なのかなって、うん、俺、うん、今なんかこの映画見た後に布団なんか勧められたら買うかもみたいな、うんうん、いやこの布団買ってくれたらこれ以上の体験があるみたいなこと言われて、うん、でも俺は吸ってないよって思ってそう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 、何も吸ってないよって、そうそうそう、すごいんだよ、そうだ、だからなんかゴーゴードラッグみたいなゴーゴードラッグだよ、本当にゴーゴードラッグ、うん、だからね、面白かった、しつこいけど面白かったとか楽しませてもらったとかいうよりもなんかね、有無を言わさず寄り切られたみたいなそういう有無を言わさず寄り切られたっていう感じの体験だよこっちがね、うん、好き嫌いとか言ってる場合じゃない、そんなことごたご並べてる暇ないっていう、水滸伝の世界における金みたいな存在ね、そうそう、自分を言わさずもうそうそう、もうやられたみたいな、そうだからさ、あれ、まあ、ダブル主人公じゃないダブル主人公、片っぽがさもうこう乗り込んでくんだろな、そのイギリスのさ、総督のとこ、あれでさ、車開けたら、虎とライオンが、それね、猛獣と一緒になって、こうやって出てくるんだよ。もう俺、猛獣従って、こうやって見え切る俳優初めて見たからな。すみませんっていうことですよ。すごい、謝るしかないもんだって。リアリティがどうのとか言ってる場合だね。そんな場合じゃないよ。なんか、すごい、なんか本当マイク・タイソンに殴られたみたいな感じですよね。剛腕でもうグードでも出ないって、そうそうそう、何にも言えない、何もそうそう、だからこ観客が無抵抗主義になっちゃう観客がガンジーになっちゃうんだよ、観客がもう無抵抗、もう何にも無抵抗、何にもこういうことなんだ、そうそうそう、もうそういうことなんだ、うん、もう逆無抵抗になっちゃう、うん、こっちが、うん、そうすね、もういやそんな何にも申し上げる気ないですからっていうね、お客観客を一人残らずガンジーにする映画がある、ね、それを言いたいね、なるほど、それをあの前回ちょっと言いそびれてた、ね、そうですね、うん、いやこれ本当に注目でね、そのゴールデングローブ賞というのは1月にあって、そのまあ主題歌賞を取ったんですよ、ああ、ええ、なあってなったあれがあれでそれも痛快ですよね、いやそれがね何がすごいかって、そもそもそのねインド映画を評価するような土壌ないじゃないですか、ハリウッドなんて、まあそこはそれが最近そのあのパラサイトとか、あのなんだ、ドライブ・マイ・カーみたいなものが作品賞に入ってくるっていうこととも実は無縁じゃなくて、今回はね、だってトップガンのレディー・ガガの曲とか、テイラー・スウィフトの曲とかが主題歌賞になってんのに、RRR が取っちゃったんですよ。夏に負けちゃった。そうそうそう。それすごいなと思って。いや、これもうだから本当にモリコーネが作ってくれた歴史の上にある。いやいやいや、そうそう。で今回アカデミー賞も、ね、あのいろいろ賞は絡まなくて主題歌賞だけは、ね、RRR 入ってて、またそこで、バーサスレディーガガになって、おそらく授賞式では、レディーガガはそれはトップガンのなんかあの、Z 機の前で歌いますよ。でも RRR はね、彼らがハリウッドに呼んで、ダンスさせんじゃないかって思うんですよ。いや、すげえ、それ。それでね、受賞したらこれすげえことだなと思って。
インド映画が主題歌賞を取るなんて歴史的なことで、いやそれめでたいです。いやもうそれも本当これ夢じゃなくて全然あり得る話なので、それも皆さん期待していただきたい。そうですね、だからもう本当にインド映画ってもうインドの人たちの映画ってやっぱなんかこう歌付き寅さんみたいなさ、もう歌付き男は辛いよみたいなのばっかりだから、もう全然俺らの思ってる映画と多分違うんだろうなっていうね、なんか本当にそれは非日常的な体験として感じますよね、うん、いやあのパワーをね、あるあるありがとうございます、もらいたい、うん、日本映画もね、じゃあ僕は、今月も、スラムダンク今月も スラムダンクかな、もう一回見たってことですか。いや もちろん見ましたし、もちろん見ました。スラムダンクはやっぱぜひ見てほしい、まあ、あのいつも10倍スラムダンクを楽しむ方法として、バスケットボールが何色かっていうのはみんな褒めてましたよ。なんかあ本当ですか。いや見てください、あのねこれをスラムダンクをより美味しく味わうために、うん、まず見ていただきたいのが、うん、ネットフリックスのドキュメンタリーリディウムゲーム、おーこちら2004年のアテネオリンピックで、うん、あのバスケットアメリカ代表が初めて国際大会で負けて、うん、で2008年にあの、まあ、北京で再起を期すわけなんですけども、うんはいはい、2004年のアメリカ代表メンバーっていうのがもう本当にクソみそに言われるわけです、アメリカ帰ってきて、でしかも覚えてます彼らは出ることに何のメリットもないの、はい、まあ、要は自分の所属しているチームのために戦うべきにでものすごい巨大な金額もらってんのに、うん、アメリカ代表戦とかで怪我したら、うん、チームからももう地元のファンからも嫌われるし、うん、出て何のメリットもないのにアメリカ代表に招集されて出て、うん、負けたらクソみそに言われるっていう最悪の事態なんですけど、まあやっぱりあの急ごしらえのチームなんで全然うまく回らないんですよね、うん、でもうずっと子供の頃から一緒にやってるスペイン代表とかアルゼンチン代表、当時はアルゼンチンはマヌ・ジノビリっていうもう大エースがいるんですけど、まあ、これはあのサンアントニオスパーズでも活躍した選手ですけども、マヌ・ジノビリ率いるアルゼンチン、そして、今でも現役でやってるリッキー・ルビオ、あとはマルク・ガソル、パウ・ガソルっていう兄弟も揃えた、あとエルナンデスとか、もう当時最強のスペイン代表、これをにどうしても勝てないわけ、アメリカが。なんだったらトルコにもちょっと怪しいみたいな、うん、いや本当のじゃあ無敵艦隊だ、いやそうなんですよ、うんうん、でま、だからスペインは、うん、本当に全く隙がないチームで、うん、今バスケットってあのスリーポイント主体のスポーツになってきてるんですけど、当時からスペインそれやってるんですよね、うん、やっぱアメリカがあの完成度には勝てないってやっぱ選手たちも自覚して、このままじゃいけないってなった時にやっぱメディアに袋叩きにされて世界選手権でも勝てなくてっていう時に、いよいよ一人の男がそのチームに呼ばれるんですよ。あ、出た。それがコービー・ブライアントなんですよ。で、今ちょうど現役でやってるレブロン・ジェームズ。レブロン・ジェームズは、今週中に多分、歴代最多得点を更新する人なんです。ジャバーの記録を抜いて。今、あれだろ、八村塁が後ろにいるチーム。そう。一緒のチームにいる彼だろ、はい、レブロン・ジェームズ。知ってるよ。おじさん知ってるよ。アンソニー・デイビス、ウエスト・ブルック。うん、まあ、その中に八村塁も入ってるんですけれども。うん、レブロン・ジェームスっていうのはもう本当に歴史上最高です。多分マイケル・ジョータン以上の歴史を残す選手なんですけど、うん、その選手がやっぱりいても勝てなかったっていう中にコービー・ブライアントが、まあ、出てくる。でそのコービー兄さんがみんなのために全力を尽くすとは何かっていうのを体で示していくんですよ、言葉じゃなく。だからみんながアメリカ代表で集まる、みんなでご飯に行く、うん、帰ってくると体育館から音がする。えっマジで、うん、どういうことってなったら、コービーが一人で練習してるんですよ、うん、マジっすかマジっすかってなって、ちょっとこれ練習するみたいな感じで一人また一人と練習する人が増えてって、常に問題に対しては全力で挑むっていうコービー・ブライアントの姿勢をそのチームのみんながこう受け取ったわけですよ。で結果みんな自分のチームに行って、そのコービー・ブライアントのメンタリティっていうのをチームメートにも伝えて、でそのアメリカ代表というのは2008年やっぱコービー・ブライアントのおかげでもう一回あのもう難敵スペインにもう数点差なんですけど勝って金メダル獲得するっていう、うん、まあ、ドキュメントがあるんです、うん、そのコービー・ブライアントを見ていただければ、うん、そのスラムダンクにおける宮城壮太の存在というのが、うん、どれだけ失ったコービー・ブライアント兄さんと重なってるかというのが本当によくわかる。なるほど。でもっと言うと、今ラストチャンスっていうラストチャンスというドキュメンタリーネットフリックスでやってます、うん、これはアメリカの高校バスケットをやってる子たちが、
NCAA トーナメントっていう大学のリーグに入れなくていろんな問題があって、まあ、例えばその怪我をしたとか、あの大麻やってるとこ捕まったとか、そういった理由で、トップリーグにドラフトがかかんない人とかカレッジに入ってロサンゼルスで、うん、もう一回ラストチャンスのためにあれみたいなフープドリームスみたいな、あ、まあ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 そんな感じなんですけど、うん、結構ねもうもっとひどい熱血子監督がいて、うんうん、カレッジバスケ散々バカにされてるんだけど、もう本当にもう後がないっていうやつらばっかりを集めて、そのカレッジからなんとか大学に編入させるっていうドキュメンタリーがあるんですよ。でこれラストチャンスシリーズっていうの中のバスケット編なんですけど、あ、なるほどなるほど。その中でやっぱり撮影中にいきなりコロナウイルスがなんか流行ってるぞっていう時に、あのそのロサンゼルスのカレッジなんですけど、コービー・ブライアントの訃報が入ってくるっていう。あ、そうかそうか、時期的にそうか、2020年の1月ぐらいで、もうみんながやっぱこもう今日は練習できないみたいな感じでコービー・ブライアントの死を受け止めるっていうシーンがあるんですけど、まあ、それも見ていただくとスラムダンクが10倍面白いスラムダンクが10倍面白いんで、もう一回スラムダンク見に行ったらどうですか、もう一回スラムダンク見に行った方がいいです。そうなの、お兄ちゃんの部屋のねポスターね、あのマジック・ジョンソンのポスター飾ってあるんで、あ、レイカーカラーなんだなっていうのはそこで分かると思いますんで、ぜひ見ていただければと思います。宮城亮太にしたってその、うん、似たようなシーンあるじゃないですか、その練習すること、うん、練習するの見て俺もやるかってなるシーンって、うん、だって書いたの90何年だからスラムダンクの方が早くないですか。いや、まあでも映画のあのシーンに出てくるところはやっぱ、あ、映画じゃない、だって、うん、原作の漫画でもそもそも、うん、例えばあの練習嫌だって言ってたけどなんか音がしてるから俺もやろうって言ってなって、ああ、まああれコービー・ブライアントですね、うん、でもその時コービー・ブライアントでまだ現役じゃないでしょ。現役です、1996年ドラフトの。そこはあのバンコク共通と言いますかね、うんうん、だったらもっと言えば戦前のジャイアンツで同じことやってたのが沢村栄治ですよ。沢村栄治、ね、沢村栄治もそうだった。森島さん、スラムダンクには沢北栄治っていうのが出てくるんです。明らかに意識してるじゃないですか。そうなんですよ。え、沢北栄治、ちょっと俺1巻目から読んでみようか。おっと、気持ちが変わったぞ。あれは多分ね、あのマイケルラス、これはね、ラストダンスっていうネットフリックスのドキュメント見てください。やっぱりあのマイケル・ジョーダン の最後の3連覇をずっと密着してるやつが今蔵出しされてる映像があるんですけど、その時マイケル・ジョーダンのキャリアの一番最初はシカゴブルーズで、うん、あのみんなすごかったよな、タイムやってる部屋で、うん、でマイケル・ジョーダンだけはもう俺はこんなとこにいないと、うん、もうこのチーム強くして俺が、うん、あの神になれば、うん、もう こいつらはもうあのいないことになるからって言って、うんうん、一人また一人とこうピッペンとかね、うん、そういう人たち集めて勝てるチームにしていくんですけど、うん、そのマイケル・ジョーダンのメンタリティをコービー・ブライアントが継承したの、うん、でそのコービー・ブライアントが今のレブロン・ジェームスとかに、うん、あの渡したっていうことで言えば、うん、スラムダンクの原作のシーンとも、なるほどね、はい、そこは生じないか持ってます、そこがあるって言ってない、持ってます、そこがあるって言ってないなスラムダンクは早くからそういうこと描いてたんじゃないですかってことを言いたかっただけ、ね、さあでは来月の課題作、うん、3月の2日、はい、あ、米粒社協の談話室、映画談話室取り上げる作品、ちょっとあんまないので、あ、でもそれはもう正木さんお気になさらないでください。ただこう、今週末公開のでいいですかね、うん、今はい、まあ、変動が、あと3日で終わっちゃうとかそういうのでなければ、はい、よっぽどね、今週末公開のこの、出ましたね、これも散々予告編見ましたよ、ブラッド・ピット、僕、まあ、バビロン、これね、1920年代から30年代にかけて の、 そのサイレント映画から陶器に移りゆく時代のことを描いてる映画で、僕はやっぱその映画史ちょっと専門なので、いや、もうちょっとやられちゃった映画だったんですけど、あの実際ハリウッドバビロンって本もありますよね、あ、ケネス・アンガーの、あれを 読んでると、これこれっていうのがいっぱい出てくる。全然あのハリウッドバビロンが原作ではないんだけども、ハリウッドバビロン、まあ、ハリウッドバビロンってその、アメリカのスキャンダラスの歴史だけを書いた本が全2巻になって、今で絶版になってると思うんですけど、ハリウッドバビロンっていうケネス・アンガーって人が書いた本があって、まあ、今はその本で書かれてることは誇張しすぎてて史実に基づいてないって言われてんだけども、 その中に書かれてるいろんなハリウッドでかつてあった大スキャンダルみたいなものが
ちょっと名前は変えて、このことじゃないかなと思わすことが散りばめられてるので、映画史をよく知ってる人とかだったら、もうあれもあるこれもあるって言ってもなんかね涙が出そうな映画になる。そう、いや気にはなってたんですよ。あの監督はちなみに誰でしたっけね。デイミアン・チャゼルってララランドの監督です。ああ、これでも、はいはいはい、これ踊らない。いやいやいや、あのマスターカルじゃない。マスターさん、あの、はい、RRR 見て私もあの踊りオッケーですよ。歌と踊りオッケーですよ。全然もう。というわけでじゃあ来月3月の2日バビロン、はい、そして限定動画用にというかもう一本おかわりということで言うとどれになりますか。おかわり、いやマジっすか、そんないいんですか。はい、ちょっと個人的な推しの映画いいですかね、はい、あんま全国的に見れないんですけど、このね窪塚洋介さんが18年ぶりに主演、18年間主演映画がなかったらしいんですけど、18年ぶりの主演映画としてシンクロックっていう、もうまあ本当超低予算の映画なんですけど、あの監督もこれが初長編で、あのねもう僕本当感心したのはもう同郷なんですよ話聞いたら。兵庫、はい、兵庫 でもう会社員もされてて、奥さんも子供もいても40代になってる人で、マジで？だけどその映画好きでその休みの日にずっと作ってた。だけどその作ってたらね、やっぱその映画祭とか出して日本で凱旋上映とかしたけど赤字なんですって。だからもう嫁子供がいるのにこのままの作り方だったら絶対に家庭崩壊すると思って、なんとかその今度作るときは人からお金を引っ張って作んないと、やっぱもう自分も監督になれないと思ったらしくて、どうしたかって言ったら、あのサイバーエージェントの藤田さんにメールを送って、マジで、はい、マジで何の面識つながりもない、何にもないけども、ただそのあの国際映画祭に出した映画がなんかヒップホップを題材にした映画だったらしくて、あの藤田さんはフリップホップに造形が深いから、自分の映画を見てもらったら、もし見てもらえたのなら、興味持ってもらえるんじゃないかと思うのと、やっぱそのアベマとかやってるから、一緒に映画をそのね作って一緒にこうみんなで盛り上げていこうってことに共感してくれるんじゃないかと思って、お願いするんだったらいろんなね IT 調査とかいるけど、藤田さんにお願いしたいって思ってた。だけどやっぱりこうね、なんか言ったってそんな知り合いじゃないのに勝手にメール送ったってね、無視されるだろうなと思ったから、大安吉日のなんかそういうのをね、狙って23時59分から12時になった瞬間にパッと送信したらしいんですよ。そしたらまあ案の定返事 なかったんですけど、1週間ぐらい経った頃にメールが来て、おあなたの映画見たことないけど、知ってるってところから、すごい、見たことないけど知ってる？じゃあ噂を聞いたんだ。だからヒップホップが好きだったから、ヒップホップのそういう映画があるよっていうことだけは知ってた。アンテナには引っかかってた。ああ、そりゃよかった。そこからスタートで作品見てもらうところから、まあまあもう見てもらって終わりになりかけたところ、いろいろ交渉した結果、じゃあ一緒に映画作りましょうかってなって作った映画がこのシンクロ。もう見たい。いや、そういう、いや、そういう、そういうね、そのきっかけがまだまだこの、ね、今の世にあり得るってのがそうなんですよ。いいですね。しかも脚本、脚本をね、なんかその僕がよくもう言われたら場所がよく分かるマクドナルドがあるんですけど、そこの自分の定位置があるんですよ。そこでいつも自主映画の時から脚本書いたり自分の定位置があるらしいんですけど、そこで書きながら、なぜか分かんないけども、その40代でタクシー運転手をやってるっていう風な人物を書いてる時に、窪塚さんを浮かべながら言えば当て書きして書いてたらしいんですよ。でも全然、ね、もうないないない、全くなくて、それでその当てもないけども、だからいろいろね、そのやろうってなった時に選択肢があるけど、ここは妥協せずに自分、まず最初窪塚さんやったろと、窪塚さんがいいと思ったから窪塚洋介さんやりたいんですよってダメ元で言ったら OK 出たっていう。何から何まで当たってくだけの突撃飛び込み。そうですね。で窪塚さん、僕ちょっとお会いしたんですけど、話聞いたら、とにかくその脚本が面白かったのと、監督に会ったら、全くそのね、それまで歩んできた人生、同い年だったらしいんですよ。全く生まれも育ちも違うのに、会った瞬間に
なんか長年連れ添った連れみたいな感じがしたから、これはもう映画が面白くなると思ったって言ってて、いい出会いじゃないですか。それがね、でもうインタビューもうこれね、記事にいろいろなってるからいいと思うんですけど、あのなんかね、そのこれいわゆるその一度就職をねしたんだけど、うまくあの、化粧品会社、化粧品会社に勤めてたけど、なんか不祥事じゃないけど、まあ、ちょっとトラブルを起こして、仕方なくその、それこそ子供と嫁さんのためにタクシー運転手になった男の話、とこから始まるんですよ。つまりそのセカンドチャンスの話じゃないですか。なるほど。それで僕はそんな意図で聞いたわけじゃないですけど、世の中今セカンドチャンスが必要だって社会でいろいろ言われてるけど、なかなか世の中の人みんな認めないじゃないですか。だからそういう本当はそういう セカンドチャンスというのが必要、誰にとっても必要なはずなのに、かなってない社会についてどう思いますかって聞いたら、俺昔マンションから落っこったじゃないですかって言い始めてもう凍りついたんですよ。あのもう、アイキャンフライのね、凍りついて、だってそれ タブーでしょ。まあね、言ったらあのことはね、でそれも、うん、それがその時の気持ちって、だから自分でももう思い出したくないから、うん、タンスの向こう後ろにしまって、うん、もうその感情ってもう思い出さないしてたんだけど、うん、そう思ってたこの嫌な思い出が今回演じる時にすげえ役に立ったって話して、うわこの人すげえなと思って、ね、でそのねマンションから起こったって表記、うん、どうしようかなと思ったんですよ、うん、書いていいものかどうか、うん、書かなかったら書かなかったで向こうも変に思うかもしれないから、とりあえず書いて出して、あの OK だったら、 OK だったらいいじゃないですか、うん、ダメだったら消してごめんなさいで済むから、うん、出したらね、そのまま通っちゃった。あ、松崎さん、じゃあ続きはぜひ返礼動画の、うん、そうですね、はい、っていう映画でございます。撮影しますんでね、はい、18年ぶり、18年ぶり、まあ、5以来じゃない。いや狂気の桜っていう、あ、狂気の桜やったね、うん、あれ俺原作読んだから覚えてんだよ。引田邦夫って人が原作、ね、あ、そうですね、はい、そうです、うん、新潮社からですよ。あれいいタイトルだなと思って、新ロック、うん、新クロック、 はい、ぜひお願いいたします。というわけで、次回の米粒社協談話室は先ほど申し上げてました通り3月の2日土曜、あ、はい、何曜だ、木曜、はい、20時からでございます。そして本日も配信協力純粋さんのおかげさまをもちまして配信できました。ただではございませんのでね、ぜひ皆さん、返礼動画というか、配信応援チケット買っていただければ、まあ、手動ですけれども返礼動画ね、なんとかこしらえて、まあ、明日ぐらいまでとか買ってすぐに割と送れるように頑張りますんでぜひ配信応援チケットご購入お願いをいたします。というわけで本日は以上でございます。米粒社協談話室、ありがとうございました。ナトナトナトこれ